私が初めてケミカルのアイテムを買ったのがヌードランプでした。高校生の時に超怖かったです。入る時最初めっちゃ緊張したもうめっちゃこのとこいていいのかなみたいな田舎者がと思ってこうやってめっちゃそわそわしながら。おすすめな 80s のものとか、はい、あと売れ筋とかってあるんですか？何か、はい、ちょっとおすすめ紹介してくれますか？山田さん目線からなんで結構か。いや、やっぱうちのまずやっぱ定番の売れてるフリンジのやっぱりね、セミカルフリンジ、はい、すごい。これはやっぱりもうフリンジアイテムとケミカルアイテムっていうのはもうヌードトランプといえばっていう定番アイテムで、まあ、これはスカートなんですけど、かわいい、多分同じタイプのフリンジのデニムのジャケット、いいですね、やっぱなかなかこうパンチが効いてるんで合わせにくいんですけど、うんうん、意外とデニムなんで、はい、なんかもうデニムだから全然いけると思う、うん、私フリンジ大好きなんで大好き、うん、そうめっちゃ可愛い。まあ欲しいの 80s で欲しいの必ず見つかるぐらいの量が、うん、あの4パターンぐらいあるんで、うん、すごい量があるからこれも迫力あって。なんかさっき話して思い出した、ブリンブリン、これブリンブリンですよね。ブリンブリン、ブリンブリンっていうんだって。ゆうなちゃんのさった、ブリンブリンっていうの、そうブリンブリンっていうらしいです。でそう、ゆうなが今つけてるみたいなこういうアクセサリーがいっぱいあるもんね。もうすっごいオーナーでね敷き詰められてて、ブリンブリン、ブリンブリン、何があれブリンブリン、これがブリンブリンって名前なの？ヒップホップの人たちとかがやってるような、はいはい、結構ごつめのチェーンのネックレスとかをブリンブリンって言うんだけど、でもそれは知らなくて普通に昔からブリンブリンって言ってた。へえ、なんでだろう、分かんない。そうそうそう、ブリンブリンって言ってた。でもあのヌードトランプといえばっていうアイテムなんですけど、こういうニット系、エディーズニット、エディーズニット、結構こう80年代にしかない柄だったり、このクオリティだったりするのがやっぱり、はい、なかなか今こういうニットはないんで。これもエディーズニット、そうですよね、うん、かわいい。そうなんだ、ね、エディーズニットやっぱめっちゃかわいい。今じゃあ作らないでしょみたいな、作らない、作りすごい、なぜかというとやっぱこういうビジュとかつけるとなるとすごいあのコストがかかってしまうっていう、やっぱその80年代だからこそできたニットと、はい、デザインなんで、うん、こんなモールがついてたり結構パーティー一人パーティーかわいい、結構無茶してる、無茶してますね、ニットになんでモールをこれはまだかわいい、はい、モールなんか今では作れないような、なんでこれこうなったのみたいな、ニット、そうだよね、なんで昔ってあんなになんか一点一点凝った服が多いんだろう。そう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 、どうやって作ったんだろうって本当に、スパンコール、そう、スパンコールとかさ、うん、そう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 、しかもヌードってそういうなんかアイテムが結構豊富にあるから楽しいと思います。ねえ、あ、あれかわいい、これね、これめっちゃかわいい、めっちゃ似合いそう、うん、いけるかな、これかわいいじゃん、いける？いけるいける、全然いけるよ。これってエイティーズですか？エイティーズです。もろ。やばくない？このさ、ビーズめっちゃ全部ビーズなんだよ。え、すごい。この量。すごいですね。かわいい。めちゃめちゃかわいい。めっちゃかわいい。だって重いもん。いっぱいついてる、すごく。詰まってる。めっちゃついてる。選んでなよ、めっちゃ出ないやつ、どういうのがいいんだろう、でもこういうのもいいな、でもなんかもはやさ、もう超超思い切ってみようかな、めっちゃ、え、思い切ってよ、めっちゃ思い切ってやつった方がいいよね、試着らしい、ちょっとそれとか決めちゃって、めっちゃこれ履きたいとか思ってた、ちょうど履きなよ、これこれでいきます、うん、めっちゃ可愛い、超フリンジ。あ、シルバー良くない？シルバーのタイトスカート合わせる。かわいい。これ置きます。
決まりました。これとか入ったら光りそうね、ね、攻めな、わかんない、すごい、どういうの普通合わせるんだろう、普通でも生足だとちょっと寒そうだし、せっかく試着できるのならばね、どう思う？レオパードかな、それとも、え、金行きなよ、金、うん、金行っちゃう、金行きなよ、わかった、ブリンブリンになる、うん、よし決まりました。ひろみちゃんの助言のもと。金行きなよ。今日しか全部助言で決まっちゃった。こっちがいいんじゃない？こっち？さっきのはさ、よし。くるみちゃんの助言。こっちの。絶対似合うよ。こっちの色にしました。アンナのパーティースタイルが見れますよ。アンナパーティースタイル。アンナパーティースタイル。大人のアンナが。ね。あとブリンブリンを出してもらわなきゃ。そうだ、出してもらおうね。これ可愛いじゃん。うん、こっちのブリンブリンにします。ブリンブリン、これとかかわいいね、それ、これかわいいよね、かわいい、これにします。じゃあブリンブリン、そのブリンブリンをつけて、つけたの、ブリンブリンつけたの、私もつけた、見たい、すごかったよね、見たい、まさかブリンブリンつけることが人生にね、あると思わなかった、確かに、うん、のちゃんがエティーズと来ました。エティーズって言葉もしっかりと分かんてなかったけど、ああいうのがエティーズって言うんだね、うん、バーン、ドンドン、どうですか、すごい、見てください、このフリンジをかわいい、いい感じです。ブリンブリンが、ブリンブリンの感じと、めっちゃ可愛い感じと、めっちゃ似合ってるじゃん、これ本当似合ってる、めっちゃ可愛いよ、いける、いける、可愛い、まだ私たちが生まれてなかった時、エイティーズ、エイティーズ、そういうことだよね、うん、ね、これで原宿歩く、歩こっかって王様気分でこうやってパーティースタイル、イエス、イエーイ。